ゼロに戸惑う目を疑う思い出すオールスター明け本当は見た目以上に打たれ弱いてるちゃんよ止めどながる巨人打線消せば止まる阪神打線あんなにカモにしてたあの巨人は二度と来ない虎に誰も大量点求めてるわけじゃないどんでんも呆れおーも出ない虎と心折れる東京来るとまともに打線が流れない森下だけは攻めれない誕生日おめでとう巡り合わせ悪すぎピッチクロックいらない去年のあれは夢の中に思い出はいつの日もゼロ ゼロに戸惑う 目を疑うこのつかみが最高まずねうんゼロに戸惑う目を疑うもうこれがもうつかみが最高うんいやーねうんちょっとまあコーナーまずありがとうございますコーナーお久しぶりですねコーナーね、まだねフィリピンでまだねちょっと働いてるみたいですけども、はい、ゼロに戸惑う目を疑うつかみが完璧、うん、いいよねその飛べど流る巨人打線消せば止まる阪神打線点取れるジャイアンツ点取れない巨人をねこうやって比較させてね歌詞に盛り込んでうんいやそうなんだよね虎に誰もね大量得点をねその求めてるわけじゃないんだよねうん。いやーね、まあ、森下誕生日で、ね、森下誕生日おめでとうも入れつつ、ね、ね、巡り合わせ悪すぎてピッチクロックいらないと、うん、今日試合終了時間が8時半ぐらいですか、ね、ピッチクロック、まあ、試合時間を短縮させるためにね、ピッチクロック導入するかどうかっていうね、まあ、議論が交わされてるわけですけども、今のタイガース打線だったらピッチクロックなんかいらないよと、うん、そして、去年のあれは夢の中に、思い出はいつの日もゼロという、その、最後にね、その、もうその、もうクリーンヒットを入れてくるっていうね。いや、ありがとうございます、本当に。素晴らしい歌詞。うん。うん。ちょっと、うん、そうだね。コナーに、その、お世話にならないように。もうこれ以上、こっからは。うん。いや、その、本当にね、本当に、ひどい試合。今日試合自体は、7安打0得点。うん。ランナーが2人溜まったのが、8回表だけ。うん。っていうね、だいぶ悲惨な、噛み合わない。ヒットはまあ7本出てんだけど、噛み合わないっていうね。うん。そんな風な試合でしたけども。コナーのちょっと替え歌に、ちょっと救われました。ほんでありがとうございます。本当に。うん、今のところ試合の感想はほぼせず、うん、替え歌の感想しか、言っていないですけども、はい。しんどいね。なんかすごいね。なんか昨日は8安打8得点、タイガース。昨日は
8安打8得点で、巨人の方が、何?昨日じゃねえ。一昨日はね。ん?すいませんね。あ、昨日は、8回8得点で、巨人の方は12安打で5得点でタイガース勝ってる。で、今日は7安打0得点タイガース。で、ジャイアンツの方は7安打4得点っていうね。なんかすごい変な試合してますけども、まあ、最終的に、もうこの9連戦始まる前、このロード始まる前、吉は言いました、その6勝3敗でいこうと。で、結果、3勝6敗。いや、ボゲーすぎるって。さすがに。さすがにね。今日ね、ベーサ、カープ !3 点取って逆転してるんですけど、地理球場消滅嘘だ。ちょっと確認しますね。ベイスターズ何してんの？おい！おい！ベイスターズ何をしてるんだ？まあ、そんなね、他力本願、もう、その他の人にもう、頼ってる場合じゃないけどね。まあ、はっきり言って。だって、4勝、だって結局3勝6敗なんだもん。そんな都合よくベイスターズにね、かまってる。ベイスターズに、ちょっと他力本願でね、勝ってもらおうなんて、そんな都合のいい話はないんだけど。ちょっと。うわ、マジか！なんだよ！やばすぎるって。はい、なんかすごい。ヤクルト対中日も6対6なんかすごい試合してるし、最下位争い。仲良くね。マジか。いや、すいませんね。ちょっと、試合の感想の方は、ほぼほぼしてないですけど、まあ、結局ね、まあ、今日、才木が投げても、ビーズリーが投げても、ね、誰が投げてもね、0点だったら勝てないんですよ。勝てないんですよ。結局、0点。はい。いや、とこにして、えぐいね、とこも。中5日で今日、何球投げて、120球以上投げて、126球。えぐいね、ファーボールゼロ。優秀。いや、優秀すぎるわ。いや、およよもね、よかったのよ、めちゃくちゃ。4回、ツーアウトからファーボール。モンテス、ツーベース、ファーボール、浅野満塁ホームラン。マジでもったいない。マジでもったいないわ。いや、本当にもったいない。今日ね、打線の方はね、ちょっとバースデー森下、今日森下誕生日でしたけども、いや、バースデー森下爆発中、期待したんですけどもね、今日は、1,2,3,4、テル久しぶりにヒット出たね。テル久しぶりにヒット打ったんで、ちょっとこれを、機に、ねえ、まあ、明後日以降、明日休み、試合ないですけども、明後日以降ね、なんかガッとね、復活してほしいな、というふうに、まあ思っておりますけども、まあ、ゲッツーとかもあったりね、ゲッツーも、大山、ゲッツー何個あった今日。大山もゲッツーあったし。いやー、それじゃ勝てないよね、
いやー、まあ、初回もね、いい感じで、近本ヒット打って中野がね、エンドランでいい感じで塁進めて、ワンアウト二塁っていうシチュエーション作ったんですけどもね、なかなか噛み合わないね。噛み合ってないね。7安打してんのに0点って。噛み合わないわ。いやー、戸郷も、ほんと隙を見せないよね、本当に。マジで。ファーボールを与えないというところで。で、今日ね、梅野を5回で変えたんですよね。梅ちゃんが三振した後に、梅ちゃんに代わってキャッチャー長坂、そして、豊田出てきましたけども、あ、富田、すいません、豊田、すいません、豊田は2軍の方でね、先頭打者ホームラン打ったらしいんですけど、富田がね、富田、てか中継ぎ陣はまあ、よう本当に踏ん張ってくれましたよね、本当に。富田も、しっかり投げてくれて、伊藤将は完璧なピッチングでしたね。1イニングを6球で抑えると。この間、前々回、ちょっとね、まあ、中継ぎ登板で、あまり良くないなっていう中、ここでちょっとしっかり抑えてくれたんで、助かりました。岡留もなんやかんや、ピンチは招きましたが、ゼロで抑えると。まあ、勝ちパーね、ゆっくり、休ませれたけど、そういうことじゃないんだよなっていうのは、まあ言いたい。まあ、そういうことではないんだけどね。いやー、そうだね。まあ中野にも一応ヒットとか出たけど、まあ糸原のね、内野安打とか、そうだ、およよもヒット打ったわ。およよもヒット打って内野安打打って、鍋量もね、ヒット打って、代打組が今日は結構良かったですね。で、そう、言ってる最中、途中だったけど、梅野に対して5回で長坂使う。で、長坂代打で、まあ、最後、境田マスク被りましたけども、その使い方をしてほしい。梅野坂本いる時も、梅野坂本いる時も、第三捕手、ね、準備してるんだったら、ガンガン代打出してほしい。俺、それだったら文句言わないわ。一旦ね、キャッチャーの起用に関しては。そうしてください。収録で梅ちゃん使うんでも、もうこの使い方だったら別、まあまあ、一旦文句は言わないですよ、そりゃ。まあ、ちょっとね、まあ、木浪、今日ね、戸郷に対して相性のいい木浪でしたけども、木浪。安打は、出ず。ちょっと、まあ、しんどいね。ちょっと、まあ、もう落とせないよ。もう、金、土、日。ちょっと、まあ、9連戦あって、ローテどうなるのか、ビーズリーになるのか、まあ、村上になるか、ちょっとわからないですけども、こっからね、3連戦あって、そうだね、中日とのドラゴンズと3連戦あって、月曜日また休みと。まあ、もう、いっぱいもできないね、はっきり言って。いっぱいもできない。もうスイープ。スイープしましょう。本当に。いやー、自力優勝消滅。まあでもね、まあゲーム差自体は、まだ40試合ぐらいあって、まあちょっと4ゲーム差、5ゲーム差、首位と。まあ結構ゲーム差あるっちゃあるんだけど、何があるかわかんないですからね。もう、他力本願良くないから。タイガースもうやることやりましょう。マジで。もう、ベイスターズが落ちまくってるから。もう、クライマックスはもう硬いと見ていい。一旦ね。まあ、油断したら終わりだけど。硬いと見ていい。で、だからもう本当に、ね。いやー、可能性まだちょっと俺は信じたいけどな。今、なんやかんや言って。終わり言ってるけど。はい、ということで、とりあえずね、明日休みなんでね、ちょっとまあ、一旦ゆっくりして、あさってね、絶対に勝ちましょう。お願いします。ということで、今日の動画以上になります。またね、勝ち試合でお会いしましょう。ありがとうございました。チャンネル登録してほしい。